なんだか、あなたは私がついていないとダメみたい。ふぅ。怪物の面倒を見てるんだから、この際人間が一人増えても同じ、かな。わかった。でも、覚悟した方がいい。見ての通り私は、 怪物たちの親だから。優しくはないよ。マスターはただマスターであればいいと思っています。ですが、認めましょう。不思議なことに、私好みのマスターになってほしいという欲も同時に湧いてきているのです。保護欲のようであり、 独占欲のようであり、管理欲のようであり。これは、ひょっとして、そう、母性というものでは